はい、どうもこんばんは、ジュエリーです。今回はですね、大好きな SDG になんかいるんかどうかって聞かれたら、なんかどっちかわか、あ、何これ、大丈夫これ、どっちかあんまり自信を持って答えられない、リフレックスサイトをつけてやっていくわけですけども、私ね、レッドドットサイトとか、懐かしいな、これ、レッドドットサイトって リフレックスサイトとか、こういうサイト系のやつをつけて、まず実況を取ったことがないっていう、初実況ですね、これ。サイト系実況者 新人サイト系実況者なわけですけども、いらんやんな、これ、多分 多分これ、多分いらないですね、これ いるかいらんかで言われたら いらん。いるかいるかって聞かれてもいらんもんな。なんか、なんていうか、あんまりね、ちょっと、サイトの本人の、このサイトのね、前では非常に言いにくいんですけど、まあ、いらないですね、これ。で、操作設定をね、変えたんですよ。もともとね、COD はデフォルト操作で実はやっていて、丸でしゃがむっていうやつね、デフォルトでやってたんですけど、ついに、もう何？あ、もう何？ついに、このタクティカル、ここの右手のスティック押し込みでしゃがむ操作設定にね、変えちゃいました。なんでかっていうと、これね、フォートナイトやってる人やと分かると思うんですけど、フォートナイトって、ここの R の押し込みでね、しゃがむわけなんですよね。これはきつい。おっと、サイトいるんじゃん、これ。これ強かったりする？もしかして。これ、私の今、集中力が高いだけ？今。ちょっと指切りあたりでなんとか、オッケー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 オッ
つにバレてる。オッケー、いいですね。これまだおんのかな、まだおんのかな、まだおんのかな、こっちか。あ、カンカンカン、カンカンカン、もったいない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 。オッケー、まだおると思うねんな、こっち。くぼみの中にまだおると思うねんけど、こういうのを、え、今のヘッドショットでいいんじゃないですかね。えほんまにもういいんですけど、別にずっとモンハン持ちって、モンハン持ちって言ったらもう分かるよな、さすがに。モンハン持ちで、しゃがむのは丸でやってたんですけど、ちょっと慣れないですね、やっぱまだここのカチカチでしゃがむのは。ちょっともうすでに指痛い。なんかみんなこんなんでやってんの。あ、やってほしい、やってほしい。ナイス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 、マジナイス。来るでしょう、来るでしょう。こういうとこで待たれるのが嫌なんだろ、こういうとこで待たれるのが嫌なんだろ。あ、やばい、やばいやばい。こういうプレイをされるのが嫌なんだろ、こういうとこで待たれるのが嫌なんだろ。 COD はもうね、敵が嫌、あー、敵のね、メンタルからまず削っていくゲームやからな。これもう体力じゃなしにメンタルから削っていく。こういうとこで待たれるのが嫌なんだろ、来るんだろあれ来るんだろ来るんだろもうメンタルゲーミングですから、これは。ナイスキル、味方。オッケー、いやー、早なりたいな、これ。私もかっこよくない、こんなんして打ったりしたいんですけどね、なかなかね。だってさっきなんかさ、ちょっとだけ実況撮る前にちょっとやっとかなと思って、エイム鳴らしとかなと思って、さすがにこのスティック操作でボタン配置か。でちょっとだけやってたんですけど、ここぞというしゃがむときにやっぱり丸押しちゃって、ナイフパシーとか言ってわけわからん距離でナイフ振ったり、ちょっとね、いろいろ困っちゃうよね、そういうの。こういうとこへ待たれるのが嫌なんだろ、こういうとこへ待たれるのが嫌なんだろ。来るでしょう、あ、これやばい、これ負けるやつ。あ、味方いかんほうがいい、それ絶対負けるから。ほら言うたやんけ。いや怖いな、でもここに突っ込むのは結構猛者ですね。いや最近なんか SR めっちゃ上手い人増えましたよね。普通に SR に打ち抜かれるっていう、めっちゃかわいそうな一生を終えるんですけど、何回か。ここでしゃがむと遮蔽物をやっぱ利用してこういうとこでね待ったら強いんちゃいますか。これここは遮蔽物ないから。来た、これ、オッケー、ナイス、オッケー、振り向きざまのエイム、はあ、ナイス。いいんか、そんなにはしゃいで、そんなとこではしゃいで大丈夫。道端ですけど、ど真ん中ですけど、大通りの。考えてね、ちょっとね、エイムをやっぱこれ置いていかないとね、どうしても打ち勝ってへん、打ち合いに。あ、やばい、これこっちにおると、あ、
オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、よかったよかった、勝ちましたね。何キル18、6か。あーブロンズスター取れへんかったな、なんかねちょっとコスいプレイしてたからな、しゃあないな。さてもう一回行こう。チームデスマッチ、ちょ2回とも一緒やったらちょっとおもんないかなって思ったんで、次ねこれレンズサイトっていうのをねつけてきましたよこれどうなん、これどうなんですかね、これは。あこれちょっと使いやすい、あ待てよ私これ結構好きかも、嫌いじゃないけどみたいなぐらいかな、まあ、好きっていうのはちょっと嘘になっちゃう。あどうやろう、あでも別に嫌いじゃないほんまに。ちょ待って、あのなレンズサイトがどうっていうよりも、エイム学生はちょっと待ってな、ちょっともうちょっとね慣れたい、初めて使ってます今、ちょっとね許してくださいね、その皆さんも寛大なおおらかな心で。あこれ使いやすいかも、絶対いらんやつっていうタイトルにしようと思ったのに、絶対いらんやつっていうタイトルにしようと思ったら2回言ったな。これちょっと使いやすいかもしれないですね。これ何これ、 T 字ちょっとなんかスコープっぽい感じなのかな、こっちの方がね一発目に出る方やったみたいなんですけど、レンズサイトっていうやつちょっとなんか安定してる気がする。レンズサイトにラピファにクイックドローかな、クイドローつけてます今。ああそこにももう一人おったん、待って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 、やばいよソイト、来るって分かってんのやろ、分かってるんだろ君たち、下におるみたいやなあれ。あ一人だけ、あにゃ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 、大丈夫生きてるアライブ、あまあねまあそんな感じなんですけど、まあこれやったらなんかねあんまりいらなくもないからやりやすいかもしれないです。てかやりやすいっていう人なんか いそうなぐらいいっぱいたくさんいそうなぐらい、ちょっと私的には使いやすいかなこれ。まあねみんな人それぞれやから何とも言えないんですけどね、こんなんは。あジュエタグの人に殺された、ジュエタグの人がおる、ありがたいですね、嬉しい、リスナーさんかな、煽られてるのかな、どっちかわからないですけどねいやあれ敵、ちょっと待ってちょっと待ってや、ちょっと待って、またこの人や、またこの人。なんかねフォートナイトの動画を出して、なんかマイクが変わったみたいな、なんか音声がなんか声が変わったみたいな感じね、なんかコメントが結構あったんですけど、何にもマイク変わってないんですよ実は、これ今までと同じねマイク使ってるんですけど、でもちょっとねマイクの距離をちょっと変えて、多分説明書通りかなこれが、多分今までねマイクめっちゃ話しやってたんですよね、邪魔やから邪魔やからとか言って話してたんですけど、これが多分普通の正規の使い方なんでしょうかね。かこっちの方が確かになんかね編集してる時にもね音をよく拾ってなんか良かったなって感じ。あうちょ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 、あ間違えた、ほらなこういう時にな、こういう時に無駄になんかやってまうねん、このよいしょってナイフを出してしまうんですよね、まだ何やでっけ、タクティカル操作に慣れてないから。そうですよね、7、8年 COD やってて、今までずっと何でしたっけ、このデフォルト操作やったんで、そらそうですよね。というか7、8年デフォルト操作って逆にすごいですけどね、それもそれで。さてさて、あの階段に2人かな、階段2人、1人はいるね、ここに。こんにちは、みたいな感じで。こっから来るんですよね、ほんで。脇が向こうなんで。あ、これはやった。これは今のは打たない方が良かったです。ラッキーこういうのもあるんですね、これ。でもリスは変わらへんはず、リスは変わらへんはず。あれちょっとあらキラキラキラ、あちょっと引っかかってるな、上にスナイパー、上にスナイパー1人、上にスナイパー1人、リロード中、コッキング中、あれ違う、あれか、あ結構いく、オッケーオッケー。でこっちから来ると、でも私はそっちを無視して、そっちを無視してここに全身全霊をかける。あそっちは無視できた、できたできた、全身全霊をかけるこのリス狩りに、はーいこの作詞的ゲーミング、策略的ゲーミングに見事に失敗するタイプやから、うん、やっぱ感性でね、今まで直感でやってたんで、相変わらず直感でやる方がいいんとちゃうかって感じですね、ほんまに。あ、まあ、まだまだまだ、しゃがまして、しゃがまして、ほんまに。ナイス味方、ナイス援護。これ右におるんか、これ右、あよかった、左が結構勇ましいって聞きますね、これだいぶ勇ましい、だいぶ勇ましい敵が戦車乗って、あナイスいいよ。でリスを攻めていくんですけど、これね詰めすぎるとね、これでもこのマップなかなかリス変わらないですからね、
あれ敵はかわいそう。これほんまに、これほんまにね、このマップはマジでゴミやと思う。正直に言ってしまうと、あんまりねこういうこと言いたくないんですけど、このマップだけはね本当にね、あのねゴミやと思う。うん、あのこっち側の始まりやったらいいんですけど、向こう側からマジでかわいそう。これこっちがね優勢的すぎる。うん、これ下におるんかな。 OK、 ありがとう味方。いいよね、これ絶対ね勝っちゃうんですよね。絶対上からの方が、上からの方が強いに決まってる、こんなゲーム。うん、ね、あこれはやばい、これ強いな。ナイス。はい、なんか無難にね勝ちましたね。うん、なんか STG か STG44 にね意味わからないサイトを2つつけてみましたが、いかがだったでしょうか。あこのこれな、さっき当たったコーリングカードみたいなやつ、めちゃめちゃ紅葉始まってますね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の実況動画でお会いいたしましょう。以上ジュエリーでした。バイバーイ。